皆さんこんにちは、トロブユリです。今日は四ツ谷にやってまいりました。四ツ谷はですね、来たことあるようなないようなって感じなんですけど、記憶だったらないかなって感じですで、ここが駅の周辺で、アトレなんかショッピングするとこかな。で、ここが新道通りっていうところで、なんかね、ご飯屋さんがたくさんありました。居酒屋さんとか、多分夜は賑わうんだろうなって感じでした。で、私は今インスタで見つけたお店に向かっているところです。新道通りでしたこの辺なんですけど、やってなかったらどうしよう。到着しました。ここは虎の子さんですね。なんかコーヒーとか、あとスイーツとかが食べられます。で、コーヒーもね、いろんな種類があったんですけど、私はカフェオレのね、アイスと、あとプリンが食べたかったんですけど、ちょっと時間的にテイクアウトだったので、パウンドケーキを買いました。寒いのにアイスカフェラッチを飲んでしまった。うまい。どうしようかな、パウンドケーキどっかで食べたいけど、今から舞台を見に行くんですよ。1月のね、私1月の7、8、9と舞台出させていただくんですけど、そんな時に共演させていただく方の出演されてる舞台を今からマネージャーさんと見に行くんですけど、その劇場が多分こっち合ってるか分からん。お腹すいた。今日コンタクトしてなくて遠くが全然見えない。別にね、コンタクトをしなくてもそんな支障はないんですよ。そんなに目悪くないからね。悪いんだけど、なんかこう生活に支障をきたすことが悪くはないわけだから、もう大丈夫なんだけど、でもやっぱ遠くのさ、標識とかが見えないから、まあだから自転車こぐとかさ、あと車運転するってなったら、絶対コンタクトないと無理なんだけど、まあ、歩く分には、こんな人に迷惑かけることじゃないかなって感じ。だからね、今ちょっと、つけてないんですけどね、コンタクトが切れちゃってさ、早く買いに行かなきゃいけないんだけど、でさっきそれでメガネしてたんですけど、めっちゃ曇るよ。まあメガネしとったらめっちゃ曇るけんさ、ちょっと外した。今はポッケに突っ込んでるけんさ、多分画面じゃない、グラス汚れとるわ。あ、待ってね、公園発見。公園で食べようかな。新車すぎ？じゃ、とりあえず、劇場の場所だけ把握してから。劇場の場所だけ把握して、からにしようかな。多分この辺なんですよね。じゃない、公園。
おいしい。鼻水出る。うん、なんかね、シナモン、シナモンがめっちゃ効いてて美味しい。チョコの部分めっちゃ美味しいんだけど、チョコの部分もなくなる。見て、このプレーンの部分がさ、シナモンの味なのかと思ったら違った。普通のなんていうの、プレーン味だった。めっちゃシンプルで美味しい。月が見えますね。まあ、あと一口で終わっちゃう。本当はね、プリンがさ、インスタで見てプリンを食べたくて行ったんですけど、お店がね6時までだったんですよ。だからもうテイクアウトしかできませんってなっちゃって、そう、ちょっと時間を調べてなかった。ごちそうさまでした。よかった。なんかいいな、でも都会の公園、都会の真ん中の公園で。もういくないね。あと1時間どうしようかな。とりあえずどっかで時間を潰したいと思います。これ何？これ何？何するの？滑り台。ということで今日の動画は以上になります。この動画がいいと思った方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。